こんにちは。今日は折り紙でハロウィンのかぼちゃの折り方を紹介します。必要なものとしては折り紙のオレンジの折り紙1枚と4分の1に切った黒い折り紙1枚、それと黒の色鉛筆とピンクの色鉛筆になります。では折り方を紹介します。まずはかぼちゃの部分を作ります。オレンジ色の折り紙をまず反対側にします。そして半分に折ります。半分に折りましたらさらに半分に折ります。そしてさらに半分に折ります。そうしましたら3回半分に折りましたら広げます。そして広げましたらこれを今こう横にこう折りましたので今度は逆横に折りましたので今度は縦に折ります。縦に半分に折ります。縦に折りましたら今度はこの中心の折り目に合わせて折っていきます。まずこう中心に合わせて折りましたら今度1段目のところをこのように折って、そして裏返しに折ります。このように折ります。そしてこっちも同じように1段目の折り目のところで内側に折りまして、2段目の折り目のところを外側に折ります。そうするとこのような形になります。そして今度はこの内側になっているところを三角形に内側に折ります。こちらも両方とも三角形に内側に折ります。そして今度は裏返しにしまして、これを少し内側に折ります。そしてこちらも少し内側に少しだけ折ります。そうしましたら今度はここの三角形になってない方の上をここの線まで三角形に両端を折ります。こちらもこの線に合わせて三角形に折ります。そして今度は反対側は少しだけここの角にこの折り目に合わせて三角形に折ります。こちらも折り目に合わせて三角形に折ります。そして反対側にするとこの通りかぼちゃの形になっております。そしてそこで今度は顔を描きます。でちょっと今回は笑っているような形にしようと思います。そしてかぼちゃの口を描きます。で今度はちょっと鼻も描きます。今回は鼻も描いて、それからほっぺたも描きます。
ペタはいろいろ丸でもいいですし、こういう形の線でもいいかなと思います。で、今度は顔ができましたら帽子を作ります。先ほど紹介しました4分の1に切った折り紙の黒の折り紙を使います。こちらを裏返しにしまして、半分の三角形に折ります。三角形になりましたら広げまして、中心に合わせて両端を三角形に折ります。そうしましたら今度は下の部分も内側に折ります。折りまして、今度は裏側だったのを表側にして、ここの部分を帽子の襟になるように3回ぐらい折り曲げます。そしたらこの通り帽子になりましたので、これをかぼちゃにつけます。じゃあここはセロテープでくっつけます。裏返しにしまして、セロテープで固定します。そして表側にしましたらかぼちゃの完成になります。ぜひ皆さんもあのハロウィンのかぼちゃを折り紙で折ってみてください。では見てくださってありがとうございました。